皆さんこんにちは。お久しぶりです、専務葉月亮役松風雅也です。僕その初めてお会いした時のオーディションが極秘オーディションがバーンと入ってったらですね、まあ優さんを筆頭に関係者がずらっと並んでて、そこでまあこういろいろ質疑みたいな話になるんですけども、あの失礼なんですけど鈴木優さんを知らなかったんですよ。あのゲームセンターは行ったことがもちろんあったんですけど、優さんがその時に初めて会った時ですよ、あの僕のこと知ってるっていうふうにもう気さくないつもの笑顔で、じゃあすみません、あの存じ上げません、もう横の共演あの一緒のオーディションの人たちはもう名前見て震えちゃってて、もう僕の次に聞かれた人が「ああいや知ってます、あのユウさんですよね」みたいな態度を見て、あ僕やばいなと思ったんですけど、でお話ししたらバーチャファイターをみたいな感じの空気になってきたんですけども、ゲームとかやるのっていうふうにユウさんに聞かれて、僕それユウさんが作ったって知らなかったので、当時対面対戦みたいなのがすごくもうブームになった時で、僕あれ頭に来すぎちゃって。乱入とかされるじゃないですか。それで負けてなんか You lose となんか Lose みたいな出たって もう我慢できなくなっちゃうんですよって、もう誰がやってんだってこうやって覗いちゃうんですっていうの言ったら、すごいユウさんがニコって笑って、いいね、あそうっていう風に今思うと、でもあの時もっともっと大好きで、ね、知ってるっていう人もいっぱいいたんですけど、ユウさんが選んでくれたのが後に僕で、だからそのゲームしたとこよりもなんかそういうのよりもなんかちょっとカチンときちゃうとか、なんかそういう方の人間をこうユウさんっていうのは集めるんだなって、自分のことを大好きなんです大ファンですとかっていう人をこう人って集めたがるじゃないですか、そういうのユウさん全然しないんだなっていうのが印象ですね。今思ってもすごいやっぱかっこいいですよ、不思議な大人ですよね。ユウさんにお会いして初めてお会いした時から相当経ちますけど、ユウさんに似てるなって思ったことが今までやっぱりないですよね。ユウさんに似た人に会ったことがないっていうのと、あとやっぱ僕20代でユウさんに会えたことがやっぱ とてもまあ迷惑もたくさんかけたと思うんですけど、とてもこう影響を受けましたね。こういう大人っているんだっていう、こういう熱意とか持って人を動かしたり、こういうみんなの知らないものを発想して伝えて形にする人間、なんかすごいなって思いますね。ユウさんとお食事する機会があって、でその時にあのやっぱり世界中から言われると、3の話、シェンムの話ですね、シェンムって、で僕らやっぱ東京のある一箇所で人にバレないようにずっと長い時間かけて、まあユウさんなんか企画から言ったらもっとですよね、長い間ずっと作ったんですけど、やっぱそのできたものが本当に世界に飛んでるっていうことを、ユウさんは特にゲームのイベントとかでも世界中飛び回るので招待されて行かれるので、やっぱ実際にすごい言われると、もう世界各国いろんな国のいろんな年齢の人たちに、だから当時はやっぱあまりにもちょっと閉鎖的なところにいたせいで、僕ら世界に対してやってるのは分かってましたけど、リアリティがねなかったのがすごい今すごいあのそれを感じたり、今回その新しくっていう動きになった時に、俺もうちょっと感動しなきそうになったんですけど、ユウさんがやっぱり終えて時間がこうやって経ってきて出会うシェンムーユーザーにやっぱいろいろ言われるみたいなんですよね。大好きだったとか、これで人生変わったとか、自分の人生がこういう風になったのはあなたの作ったシェムのおかげなんですみたいな、ユウさんとそれこそ、ね、2人でお食事した時なんですけど、あの本当はやっぱ完璧な形っていうものじゃないと出さない方がいいんじゃないか、そりゃそうですよね、もう今でも世界初、誰も他にできなかったところでやって、もう一個なんか柱立っちゃってるじゃないですか、シェムっていう、でこれを変な風に出すぐらいだったらこのままにねしといた方がっていうっていう風にやっぱ思ってた時期もあったらしいんですけど、そのユーザーの人たちといっぱい話したら、これ出さないで終わるっていうのはないなと、なんかこの愛情に応えないっていうのはちょっとないなっていう風に思うようになったんだよねって、完璧な形じゃなくても今の形っていうもので多分伝わるんだと思うんだ奴らにっていう風におっしゃったんですよ。多分ユウさんの言うやつらもね、もうそれユーザーの数もすごいですからね、今動くユウさんって
あのシェンムーのなんかユーザーの、僕もやっぱ国内ですけど AM2 サマーフェスティバルとか一緒に回らせていただいて、あったかいんですよね、みんな大好きで。そこ見て動くんだと思ったらちょっとなんか鳥肌立って、これはだから僕も本当奇跡みたいですね、この状況に何か入れるのが。誰よりも私が本当にもうワクワクしてます。もう夢のようです、もう奇跡のようです。もうただでも当時ともう本当にデジャブかなと思うんですけど、見えてないのに間違いなく言えるのが、現代によみがえるシェンムーはもうそれは世界一だと思います。ぜひですねご期待いただいて、一緒に最後まで楽しんでもらいたいと思います。